オペック石油輸出国機構とロシアなどの非加盟国で構成する OPEC プラスは4日、閣僚級会合を開き原油を日量200万バレル減産する現行の計画を維持することを決めました。中国のゼロコロナ政策などの影響で世界の景気減速への懸念が強まる中 オペックプラスは世界需要の2%に当たる日量200万バレルの大幅減産を決定した前回10月の会合の方針を継続した形です。また、G7、主要7カ国と EU、ヨーロッパ連合、オーストラリアがロシア産の原油に1バレル60ドルの上限価格を設ける制裁を5日以降発動しますが、これについてオペックプラスは声明では直接触れず、 供給や原油相場への影響を見極める考えです一方、ロシアのノバク副首相は4日、国営テレビとのインタビューでロシア産原油の上限価格を設定する国に対して原油を輸出しない方針を示しましたまた、上限価格の設定を禁止する手段を検討していることも明らかにしました